みなさん、こんにちは。皆さんの心の羅針盤、小畑盛雄です。今回から、原理講義、後編。復帰原理に入ってまいります。まずは、書論として。導入の話から、見てまいりましょう。復帰とは。再び帰る。本来の位置と状態に帰ることを意味しています。これに関して、ムンソンミョン先生は。復帰は復帰でも。 桃源復帰だと桃源復帰とはどういうことでしょうか桃源日本語でもあまり聞かない馴染みのない言葉です本来健康な人が病気になったとき放っておいても元の健康を取り戻すことはできません薬を飲むとか安静にするとか何らかの埋め合わせの内容があってこそ本来の位置と状態を 取り戻せるのです同じようにある地位や名誉を持っていた人がスキャンダル問題で失脚ししたとしますこの失脚した位置から本来の位置や名声を取り戻そうと思えば放っておいても戻れません社会のために犠牲になるとか奉仕するとか何らかの埋め合わせの内容があってこそ本来の位置に戻ることが可能だというのですこの時も 失った立場の人間がもうここまで奉仕犠牲やってるんだからいい加減元に戻してくれとこれを言う立場にあるのがこののの人でではないのですどんなにこの人が頑張っても周りの人が認めるか認めないか最初は多分言うでしょうなんだ今さらあんなことしてそんなことで俺たちはごまかされないよ しかしその人が本当に心を入れ替えて申し訳なかった何とか社会のために生きよう努力している姿を見たときに少しずつあもしかしたら本気かもしれないそろそろ何か認めてあげてもいいんじゃない周りののの人がそのように判断するのです同じように「本前の神の子」という位置を人間は堕落によって失いました。この堕落した位置から 本来の神の子の状態を取り戻そうと思えば放っておいても戻れないその必要を埋めるに足る条件が必要だというのですこの条件のことを桃源条件と呼んでいますこのような条件を立てながら書いていくことを桃源復帰というのですではここからもう少し具体的な内容に入ってまいります桃源復帰を 堕落した人間の位置という観点から整理してみたいと思います本来神様と人間は親子の関係でしたしかし人間は堕落しました堕落することを通じて神様との親子の関係まあ、人間側からすればもう神がいるかいないかわからないいてもいなくてもどうでもいいしかし親なる神様からすれば変わり果てたといえどもそれでもこの子は私の子だ 創造主の立場から親子関係を主張してくるというのです一方でサタンという存在は確かに生んだのはあなたかもしれないでもこの人間見てください中身は私そっくりですよ私が育ててきたんですこの人間は自ら私と血縁関係を結んだのですサタンは血縁関係を中心として親子関係を主張してくると いうのです人間はこのように神ととももサタンとも使える完全中間位置に立ってししままいましたそれゆえに神様もこの人間を引っ張りたくても無条件に引っ張ることができない何か善なる要素を見つけては「ほら見なさいこういういいところがあるんだからやっぱりこの子は私の子だ」「サタンはサタンでほら見なさいこういう要素はまさに私そっくりじゃないか」 こういうい神とサタンの条件闘争が繰り広げられていいるというのですでは中間位置と言いましたけれども実際は神と人間がつながっていたのは本然のある十数年間だけ。この時は神の子という位置がありましたけれども人間は堕落しましまたその後長い人類歴史は神と切れた中サタンが人間を育ててきたと見ることが できるのです。ですから人間の中身は fifty fifty というよりも九割方事実上サタン的な要素が多いと言われます。ですから神様はわずかでも善なる条件を見つけてはほら見ろと言って引っ張ろうとする。例えば皆さんこのほぼ五分でわかる原理講義がございます。まあ五分ぐらいなんとかなるんじゃないか見始めたら。 1> 1分で寝てしまったこの時サタンは何と言うでしょうかここいいいつやる気ななすよもうう俺のことじゃないか持って行こうとしますしかし神様は1分起きてた1分起きてただけでも尊いこのわずかなる善を取ろうとするいやしまったなさっきのは1分で寝ちゃった次の2本目こそ頑張ろうしかし今度は2分後寝てしまったとします。 そうするとまたまたサタンは言います。神様、結局無理ですね、こいつは。でも神は言うんです。起きている時間が1分から2分に増えた。倍になったじゃないか。わずかでも前進したことを条件として神は取ろうとされるというのです。私たちは統一原理を聞くと本来あるべき人間の基準というのが明確に見えてきます。ここが分かれば分かるほどこれに比べて自分は なんて情けないんだなんて罪深いんだあるいは自分だけじゃなく周りの人に対しても原理わかっているはずなのになんで自分に対しても人に対しても厳しい目線を持つようになってしまうのですでもそんな時神様はどうかわずかでも善なる要素を見つけては私たちを引っ張ろうとされる私たちの味方に立とうとされるのが神様なのです この神様の視点を考えて今後も歩んでまいりましょう残念ながら時間がやってまいりましたまた次回この続きを学んでまいりましょうまたお会いしましょうありがとうございました